Variable tips. 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 日刊工業新聞社プレゼンツ。Variable tips. 5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツ。Variable tips. 5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そして100年企業白鳥製薬の白鳥社長です。おはようございます。白鳥製薬の白鳥さとしです。さてこの番組は月曜から金曜まで企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューの中からリーダーになるための必要な条件、後継者部下の育成、苦境の突破法などの金言を探り、これからの世代を生きていくヒントを発信していきます。今週のゲストは地元千葉の元 J リーガーの増島達也さんです。千葉市出身の増島達也さんは憧れの市立船橋高校に進学するとディフェンダーとしてレギュラーとなり高校の3大タイトルを獲得。卒業後は J リーガーとして FC 東京、京都サンガ FC、 柏レイソルなどでプレーした後ジェフユナイテッド市原千葉に加入、そして2020年現役を引退。現在未所属となっている元 J リーガーたちの練習を支援するプロジェクトを発案するなど新たな挑戦に臨んでいます。私も入社後にフットサル部を立ち上げ、サッカー大好きな人間なんですが、そんな私が1週間増島選手の話を聞いて本当に楽しかったです。最終部の今日はどんな話が聞けるんでしょうか。では最終日の金曜日、元 J リーガーの増島達也さんのインタビューからどんな金言を探し当てることができるのでしょう。増島さんはオンオフははっきりつけるタイプですか。つけてるつもりなんですけど、妻からはよく引きずってるねって言われます。現役中はやっぱりこう毎日こうポジション争いでピリピリしてる状態がもうほぼ1年中続いてるので、今日の練習良くなかったな、イライラしたな、でも帰ったらちゃんと子供もいるし妻もいるし、それを引きずらないように帰ろうと思って帰ってるんですけど、イライラしてるらしいです。その引きずってる気持ちをどうやって解消していってたんですか。僕だからちょっと気持ちを切り替える時間として1時間ぐらい欲しいんですよ。だから練習場から自宅まで1時間以上かかるところに住んでるんですよ。あえて近いところにすると気持ちの整理がつかないまま家に帰っちゃうのが嫌だったので、1時間渋滞してもいいので1時間かけて通おうと思って、そういう距離にしてます。いつもあえてちょっと遠いところに住むっていう手もあるんですね。まあ通うのが大変ってのもあるんですけど、やっぱ気持ちの整理をちょっといろいろ考える時間として、1時間自分としてはコーヒー飲みながら考えたいので、そういう時間を大事にしてました。増島さんの気持ちの切り替え方について伺いました。さて白鳥さんが今朝選んだ金言とは。練習場から自宅まで1時間かけて帰ろう。練習場から自宅まで1時間かけて帰ろう。この言葉からどんなことを学びますか。はい、やはり仕事場と自宅が近いとなかなか気持ちが切り替えられない。そういった中であえて1時間かけていろんなことをリセットしながら復習しながら帰っていく、まあ、そういった気持ちの切り替えてとてもとても大事なことだなと感じました。間がある方がいろいろ整理できていいっていうのは発見でした。そうですね、インプットの時間に当てられる、まあ、そういった工夫もできますよね。さて今週は元 J リーガー増島達也さんの言葉の中から、根性がないと続けられない、親を喜ばせたい思いでやった、誰もやっていないからやってみよう、そのチームに必要なリーダーは監督が決める、練習場から自宅まで1時間かけて帰ろう、という5つの金言をいただきました。なおこの内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。